田中義隆は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元内閣府副大臣、国土交通副大臣、経済産業大臣政務官、衆議院財務金融委員長、立教高等学校を経て、1986年に立教大学経済学部経済学科を卒業、1991年にベンチャー企業の KR ベンチャーを企業、 小学校や青年会議所の後輩である小野拓也と共に立ち上げたわらびケーブルビジョン専務取締役代表取締役社長を歴任し、現在は取締役会長。日本青年会議所においても1997年にわらび青年会議所理事長2001年に埼玉ブロック会長を歴任。2005年の第44回衆議院議員総選挙に、 埼玉15区から自民党公認で出馬し、民主党現職の高山里氏を破り初当選。2009年の第45回衆議院議員総選挙に再選を目指して埼玉15区から出馬したが、鉱山に敗れ、重複立候補した比例北関東ブロックでも復活できずに落選。2012年の第46回衆議院議員総選挙に、 埼玉15区から出馬し、前回敗れた鉱山を破って当選。2013年9月、第2次、安倍内閣において、経済産業大臣政務官に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙に、埼玉15区から出馬し、参戦。2015年10月23日、自民党経済産業部会長に就任。2016年8月5日、 国土交通副大臣に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙に埼玉15区から出馬し4選。2018年1月第4次安倍内閣で内閣府副大臣に就任。2018年10月第4次安倍改造内閣で内閣府副大臣に就任。 2019年10月、衆議院財務金融委員長に就任。ありがとうございます。